横山由依 AKB48 卒業を涙で発表、総監督も経験12日、東京、日比谷谷街音楽堂にて開催され、無料制配信された AKB48 のライブ、MX 夏祭り、AKB48、2021年最後のサマーパーティーにて横山由依がグループを卒業することを発表した。横山はコンサートの終盤に、私、 横山由井は AKB48 を卒業しますと発表。理由について、ここ最近私が以前から思い描いていた夢がより具体的に見えてきたので一歩踏み出そうと決断しましたと話した。2009年に加入し、約12年間在籍した日々を振り返り、本当に大切で宝物のような仲間に出会えたこと、こうしてどんな時も応援してくださるファンの皆さんに出会えたこと、 AKB48 で本当にかけがえのない大切な経験をたくさんさせていただけたこと。本当に感謝の気持ちでいっぱいですと涙声で感謝を語った。卒業コンサートは詳細が決まり次第。発表。オンラインお話し会の参加は12月5日が最後となり、AKB48 劇場での卒業公演は12月9日を予定しているという。横山は1992年12月8日生まれ。 28歳、京都府出身。2009年に旧規制オーディションに合格し、加入。2012年11月から2013年4月まで NMB48 と兼任2015年12月から2019年3月まで高橋南から引き継ぎ、2代目 AKB48 グループ総監督を務めた。総選挙最高順位は6位。第10回。